はい、今回は第2回目です。この前は1番クローズドポジション、それもインサイドクローズドポジション、アウトサイドクローズドポジションありましたね。そして2番目がプロムナードポジション、そして3番目がウィングポジション、またはレフトサイドポジションという同じ、2通りのね、名前がありました。では今回その続きを頑張って解説してまいりましょう。じゃあこれで今、いくつになってた、クローズドポジション、プロムナードポジション、ウィングポジション、そうですね、3つです。はい、まだ2つもある。もうそんな2つもないだろうと思うんですけども、次に来るのはこれですね。この時ね、これをまあ考えてみれば結構なポジションですよね。結局これなんていう名前でした、これ皆さん、これはセーフトランジですね。フィーチャーポーズね、こうやってワルツになったらビヤーっとこうして、そしてシャッと来て、これ考えてみればほとんど T 字型になってますね、男女のね。もしクローズドポジションであれば、今例えば女性がこんな形をしてたら、男性は本当はここに、ね、コントラチックみたいなものがここにいるはずなのに、そうじゃない、こんなところに。だからほとんど男性の真ん中にいて、まあ、よく言われるのは、今ここちょっと見えませんが、これをするときに、ね、この右のももの内側、ね、に、あの女性の、左の、まあ、お尻の下のももが当たるような、 WDSF の教本ではあのアングルポジションとか言ってね、あのこの鼠径部に当たるようと書いてあるんですけれども、まあこのウイングに似てなくもないですね。ウイングに、これにウイングの方が、レフトサイドポジションの方が女性がスルーしてもっとこっちに来てる、セーフトランジの方が似てるけどこうだね。だからこれをあのウイングの時と同じセーフットランジの時に出てくるので、セーフットランジポジションと言います。これはですね、他にもセーフットランジしかないので、あの別に嫉妬する人がいないので、ね、嫉妬する人というか足型がないので、もうセーフットランジポジションと言いますが、つい余分なことを言ってしまうと、テレスピンの時なんか一瞬そうなりますね。テレスピンはこう来て、ね、で結局男性の前をこう走っていったりするので、この一瞬をカメラがパチリと捉えれば、これがまあセーフトランジポジションですね。ちなみにクローズポジションとかでこれをしようと思っても、こうなって、ね、こうだから女性が走ってこっち行けませんのでね、女性が走ってこっち行くためには男性の前を、ね、こういう前をどうぞというので、その時に一瞬セーフトランジポジションになる可能性はありますね。ですからまたいろんなことを言っちゃうけど、単語なんかでセーフトランジをした後のこのね、この部分をハーフテレスピンと言ったりしますね。半分のテレスピン。ですからちょうど今テレスピンを説明した時に、こう来て、ここをこの一瞬を捉えれば、セーフトランジポジションになると言いましたけど、この一瞬をですね、強調すればこれセーフトランジですよね。だからね、ちょうどテレスピンのこの途中で止まったようにして、ここでセーフトランジしてからこう行けば、これはテレスピンのちょうど後半半分をしたことになるので、だから名前がハーフテレスピンなんですね。さあラストは残り一つはもうほとんど出てきませんが、競技なんかでこういうのしますね。ワンツースリー、ワンツースリーですね。これです、これ、ね、これは何と言いますか、ね、で、ワン、エン、ツー、スリー。あまり出てきませんが、ところが残り、ルンバなどではいっぱい出てきますね。ルンバなどではいっぱい出てきます。ニューヨーク、ホン。そして、こっちのニューヨークに入ろうとする。というか、こちら側のニューヨークが終わった、この時のポジションですね、これ。これは皆様何というかご存知でしょうかね。ね、教科書が、ね、なんかよく、頭文字が書いてある。CP。ああ、すいません、もうね、ちゃんと知ってるので、全然問題なく。ね、まあ、ちなみに今のニューヨークはオープン CPP。CPP は何かというと、何だっけ、プロモナードポジション。すぐ出てこないから、
ちょっとあれ CPP は分かったけど、カウンターですね、クローズではなくね、カウンター、プロムナードポジション。この前のカウンターっていうのは反対っていう意味なんですね。カウンターはあのカウンターのバーとかね、いろいろありますけども。だから、これが、ね、これ、例えば観音のね、この、いよいよ、これは普通のポジション。それに対して男女が反対になった。これがカウンター、プロムナードですが、スタンダードはやっぱりこちらの方がね、当然踊りやすいので、これ反対の人は大変ですもんね。こうやって手を持ち替えればいいけど、これは女性になっちゃうわけですから、男性が女性ですね。だから、こういうのはほとんど出てきませんが、まあ、ワルツでこのカウンター、プロムナード、ウィーというのは、バリエーションですから、いろんな名前がありますけどね。この、普通のウィーはワン、ツー、こうなるわけですけど、この時に男性が、こっちを向いて、カウンターピーピーになるんですね。だから、位置の組み方は、理解の仕方では2種類あるでしょうね。一つは、男性がピーピーになると思えば、女性は後ろにいるわけですからね、こういうふうに。その時と一緒と思えば、男性の方が少し後ろに位置するべきですね。ちょっと細かいことになっちゃうけど、だいたいここに今、普通のピーピーの時はこうで、女性の方が後ろにいますもんね。なので、そのままぐるんとお腹が擦れてくれば、当然これはクローズと一緒に、ほとんどいつもクローズの状態を経由して、こうなるので、ね、女性の右サイドが男性の、まあ、ポケットの位置になりますから、女性の方が、半身、先に行ってることになりますが、違うも理屈を言うと、やはり、PP が男性が先に行くのと同じ理由で、いろんな意味で、男性の方が、ね、操ってるので、男性が先に行って様子を見るというね、男性が誘導していくと。いうことから言えば、女性が半身後ろにずれても別にね、踊りですからね、別に赤い服もあれば青い服もあるっていうのと一緒で、まあどちらでもカウンタープロムナードはね、OK だとは思いますが、私個人としては女性が先行する方がいいでしょうね。じゃあ今日は5つちゃんと皆さんに言いますでしょうか。はい、さよなら。はい、ご視聴誠にありがとうございました。次の3回目ではですね、まあ、セイムフットランジとかカウンタープロムナードウィーブなど、大体は解説しましたが、他にどういうようなところで出てくるかとか、そういう足型、そんなのを軽く復習しつつ紹介しようと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録も何卒よろしくお願い申し上げます。ではさようなら。